感染対策しながらやっていくというフェーズだと思いますここここも意思決定の速さが大事だと思うので今日うとにかくやるということでで決めますので鈴木知事は STB の単独インタビューに応じ今月28日までとしていた同民割について延長することを決めました期間は来月31日までとし大型連休中の今月29日から来月8日は対象外とします 道民割は道内旅行を最大5000円割引く観光需要の喚起策で旅行期間中に使える2000円分のクーポンも配布されます利用するには2回のワクチン接種を終えているか検査の陰性証明が必要です